はい、小津の趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、こちらなんですけれども、こちら海外のフィギュアになってます。はい、で文字を見るとね、アドバンスドラジカルメカニカルソルジャーズテストタイプ06マグナムで16スケールコレクタブルフィギュアということですね。でメーカー名がデビルトイツ。はい、まあ、これが何ぞやっていうことですけれどもね。はい、まあ、とりあえずね、この段ボールからね取り出してみます。はい、取り出した箱がこちらになります。はい、いや、かっこいいイラストが描かれてますね。はい、まあ、裏面はね、まあもろに英語ですね。なんて書いてあるかさっぱりわからないということでね、とりあえず、まあ、箱からねもう取り出しちゃいましょう。はい、とりあえずね、上蓋を外すとこんな感じですね。はい、ブリスターに入ってます。はい、ブリスターですが、本体のブリスターの裏に、はい、こちら武器とかですね。はい、こんな感じのブリスターが後ろについてました。はい、ではとりあえずねブリスターから取り出して見てみましょう。はい、とりあえずねブリスターから取り出しましたので一つずつ見ていきたいと思います。はい、まずこちらですね、なんかこう剣みたいなやつ、それが2本ついてましたね。はい、もう一つが、はい、こちら銃ですね。今度は銃、はい、で続いてが、はい、こちら、こちらも銃の持ち手なのかな、多分こっちの銃と合わせる感じかな。あ、ここの銃の持ち手が曲がりますね。あ、収納できます。で収納してこっちに合体させる感じかな、そういうわけではない。ただ持ち手はグリップは収納できますね。ただこっちだな、多分ね、こっちの方に、あ、やっぱこそうですね。はい、こんな感じでブレードと、こう銃の持ち手みたいなやつが一体化するとこんな感じになりますね。結構大型の武器になります。はい、かっこいい。で続いて、はい、これは多分爆弾だね、手榴弾みたいなやつ、ぽいね。最後にこう布切れが、はい、入ってました。はい、完全に布切れですね。はい、あ、これは普通にストールみたいにこう首に巻く感じですね。はい、続いてねフィギュアの方、こちら、はい、これはねサイバーパンク感がすごいですね。これはヘルメットがねすっごいかっこいいんだよな。形がすげえかっこいい。でところどころにねこういうウェザリング加工みたいなのされてるんですけれども、でこう服装ね、服装も細かいね。このダウンジャケットみたいなのもすっごいよくできてる。本当のジャウン本当のダウンみたいな。でこれね、これが多分この手榴弾、これを入れるやつなんですよ。で中見るとちょっとスポンジ入ってるんですけれども、
しかもこれね、何気にここのフックっていうホックっていうか、うん、これがねちゃんと締まるんですよ。こう、うん、こうね開かなくなる。すごくないですか。ちゃんとねここが機能しているのがすごいですよね。細かい。でパンツの方ですけれどもね、うん、ここもすごいね、うん、よくできてるな。で靴なんですけれども、これはスニーカーでいいのかな、うんうん、スニーカーすっごいかなり汚れてますけれども、うん、ウェザリングが汚し塗装がすごいね。はい、で結構可動域もねすごいですね。いろいろなポーズ取れそう。うん、すっごい取れそう。うん、かっこいい。で本体の背面もこういうね、うん、なんかバックプリントが入ってて、でまたねポーチがついてますけれども、これもね外せますね。中に小物が入るようになってますね、うん、細かいなこれ。しかもねところどころねすごい汚れとかがねちゃんと入ってる。めっちゃかなり使い込んでる感じなんだよね。すっごいなこれ。リアルだよこういうところとかね、うん、これも新品で購入してますからね。最初からこういう汚れですね。すっげえ。はい、ではねとりあえずパーツを取り付けてみたいと思います。はい、一応ねポージング決めて武器持たせました。はい、まあ、一応ね自分はこんな感じで飾りたいっていうのでね、ちょっと武器とか選ばしてもらって取り付けさせていただきました。はい、まあ、他のね武器のパーツとかはね画像が映ってると思いますのでそちらをご確認ください。はい、いやでもねこれはかっこいいわ。めっちゃかっこいい。6分の1スケールだからねやっぱ大きいですしね、うん、まあ、いろんなアクションポーズは取れるんですけれども若干関節が緩めかなと思うんですよね。なのでちょっと重い武器を持たせると勝手にプランって下がっちゃってたりするんで、まあ、後ろのねこの右手に持っているあのでかい武器は垂れ下がっちゃうんであえて担がせてますね。はい、まあ、その方がねポージングもかっこよく決まったんで、はい、で一応ね首にストール巻いてるんですけれども、まあ、これは好みで調整可能です。はい、で一応ねこの白いタイザー、はい、こちらはね自分は普通に安物のやつ、はい、それをね使わせてもらってます。まあ、一応台座がなかったんで、うん、で自立はまあポージングによっては自立はするんですけれども、まあ、一応台座を取って私はね、まあ、安物のちょっと固定台座を使わせていただきました。はい、いやーめっちゃかっこいいわこれ。じゃあとりあえずねこのポージングで回転させてお別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。